公益財団法人鉄道総合技術研究所は、鉄道技術の研究、開発を行う日本の公益財団法人。通称は、鉄道総研、または、JR 総研。コーポレートカラーは、薄紫色。日本国有鉄道の鉄道技術研究所などから、業務を引き継いで発足し、JR グループを構成する。1986年12月10日。 国鉄本社の技術開発部門及び鉄道技術研究所と鉄道労働科学研究所等の業務を継承する法人として設立許可が運輸大臣から出され1987年4月1日より本格的な業務を開始した初代会長はソニー創業者のイブカ題、鉄道技術や鉄道労働科学に関する研究開発調査等を全般的に手掛ける また重大な鉄道事故が発生した際、国土交通省運輸安全委員会とともに事故原因の調査などを行うこともある。設立以来世界初のものも含め数多くの技術開発などを行った実績があり、現在でも鉄道技術に関する様々な研究開発を行っている。会長は向井戸の正夫、理事長は渡辺育夫。 鉄道総研の維持のために JR グループの鉄道事業7社が負担金を支出することが協定で定められており、その額は平成25年度予算で約115億円となっている。勝木塩沢風道国立鉄道総研研究施設オフィス国立研究所の所在地である国分寺市光町は同研究所が開発を行った新幹線の列車相称。 光号に由来する。国分寺市が1966年に町名整理を行った際、同研究所での新幹線開発と1964年の東海道新幹線開業を記念し、旧地名の平米神殿から解消したものである。由緒ある旧地名のため研究所は、地元市民との交流の機会にもなっている、一般公開を平米祭りと名付けている。 国立研究所の校内に列車の走行試験を行える試験線を備えている。1961年に完成した設備で当時は研究所を一周するように付設されて環状線となっていた。全長は約 1.24km、東西方向 532m、南北方向 316m の単線で最急勾配は10パーミルであった。 行動や研究所内通路を横断する部分には、踏切も設置されて、試験走行の際には要員を配置して閉鎖していた。中央本線国立駅から分岐する引っ込め線が、この試験線に接続されていた。昭和40年代には、将来的な無人運転の実証に依らんだ、列車の自動運転装置の研究が、この試験線で行われていた。東側と、 南側は1995年に軌道の撤去工事が行われて、環状線ではなくなり、校内で残された約600メートルの区間を往復して試験が行われている。中央本線国立駅と接続する引っ込め線も廃止となっている。引っ込め線跡は、ポッポ道という遊歩道として整備されている。超電導りにや計画において、展示のため初めてボディが作られた。 試験車両 ML100 のボディ、ありがとうございます。